フォレストヒルズ駅は、フォレストヒルズにある、ロングアイランド鉄道本線の駅である。ニューヨークにある他のエライダブルァーの駅同様、乗客は、週末にシティチケットを利用することが可能である。街にある、他の駅と比べて軽度に利用されており、平日の乗客はわずか1,116人である。本数の多さやミッドタウンへ直行する急行列車があることから、多くの住民は、 地下鉄を利用する。この駅は、クイーンズ内の同盟の地区にあり、71番街の、うち、オースティンストリートとバーンズストリートに挟まれた部分に、ある、ステーションスクエアの北端に位置している。このステーションスクエアを隔てて、南向かいには、1919年に建てられた、塔などを有するチューダータウンがあり、駅のデザインと一体化している。 71番街に沿って北へ2ブロック進むと、クイーンズでも利用客が多い駅の一つであるフォレストヒルズマイナス -71 番街駅がある。1906年に開業したフォレストヒルズ駅は、この地区へ地下鉄が延伸する30年前に開業したニューヨークにある最も古い営業中の駅の一つである。1911年に改築され、 その後、障害者が利用しやすくするために改造された。標準的な青と白の看板がない二つのエライダブリハーの駅のうちの一つである。その代わり周辺地域を保管する飾り板と古風な看板がある。1917年7月4日、元大統領のセオドアルーズベルトがこの駅のステップから統一スピーチをした。ローカルステーションのフォレストヒルズ駅は、 相対式ホーム2面と4線を有する。プラットホーム A からは、ペンステーション行きの西行き列車が発着し、プラットホーム B からは、ロングアイランドの郊外へ行く、東行き列車が発着する。どちらも有効長は4両である。中央線は、急行列車専用でホームはない。フォレストヒルズ駅の比較的平坦で、直線的な区間は、パスの PA-1 と R44 の、 速度試験に使用されたことがある。ありがとうございます。